これ口実、本当の読みは日日これ口実っていうらしいですね。はい、皆様にとって良い一日でありますように。それでは参ります。紀州みかんちゃん、風雅踊り子構え。さあ始まりました、和歌山が誇る果実みかん。その爽やかな香りとともに、本日紀州みかんちゃん、若地下広場地下よさまつり2022で、笑顔あふれる M で大自然広がる和歌山を道案内いたしましょう。リカキャお客様に感謝。ありがとうございました。にゃん。